はい、今日は山形市の蔵王飯盒にあるですね、和ダンス診断士の山彪さんを訪ねてみたいと思います。はい、お邪魔してみました、家具の山彪さんです。井上さんです。和ダンス診断士の井上さんでございます。はいはい、じゃあ皆さんにご挨拶お願いします。はい、こんにちは、井上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、 井上さんのお店をちょっとちらっと皆さんにご紹介いただいていいですか。はいはい、ですね、私は和ダンス診断士でもあるんですけど、家具修復師でもあります。で、まあ、私こう昔からですね、こういうちょっと見ていただきたいんですけど、こういう時代物の古いタンスとかが大好きで、まあ、家具屋ということも、家具屋の息子っていうこともあったんですけど、そして長年私がですね、個人的に集めてきた各地のタンスをちょっと展示させていただいております。すごいね。そして、まあ、皆様からちょっと和ダンスの素晴らしさっていうものを、ちょっと価値を見出していただいているっていうようなところなんですかね。はい、産地も年代も様々。そうですね、産地も様々なんですけども、年代的には主に明治初期、はい、大正期ぐらいのものでしょうね。いやいや、これはまたごっついですね。そうですね、これは佐渡のタンスになります。佐渡、はい、七福神ですか、彫り物が。そうなんです、七福神とかいろいろあります。高砂であったりとか、その一つ一つの金具の模様が違うので、そこが見応えがあるというところですかね。うわ、これなんかもだいぶやばいですね。そうですね。いや、こちらはですね、山形県の酒谷の町内ダンスと言われるタンスになります。これは特徴的なんですけど、まあ、金具のね、こういう打ち出し、はい、ボコボコ感がものすごいですよ ね。これもちろん機械で作ったわけじゃなくて、当時の職人さんが手打ちでこしらえたものなわけです。それやっぱりこれもめでたい文様なんですよね。松竹梅ですね。松竹梅ですよね。ここぞとばかりにめでたい文様が打ち出されてますけど、そしてこれ缶抜き型って言って、これが鍵の役割で、はい、これ縦型の缶抜きで、これをこう抜くことによって、こう引き出しがを開けることができるっていうところなんですね。何年ものぐらいですか、これで。これでやっぱり120年ぐらいはなるかと思います。はい、いろんな産地のタンスがあるということなんですが、まあ、ご当地は山形県山形市ということで。そうですね、山形県山形市ということで、こちらが山形県山形市、はい、山形最上ダンスというふうに言われているところで、まあ、産地的には山形の北は新庄から南は大体上根山ぐらいまでの広範囲にわたるんですけど、そちらのタンスがこういった形のやつが多いですかね。まあ、こちらは先ほどの庄内ダンスと違ってボコボコ感はないんですけど、平打ちでタガネで彫り込んだ。ここにはですね、縁起物の服って書いてますね。服って書いてますよね。やっぱり嫁入りダンスなので、嫁ぐ娘さんに思いを込めているというようなところが見られるというふうに思います。これどれぐらいの年数ですか。これも同じで、まあ、大体100〜130年は経ってると思いますね。この材質の感じで120年というのは、随分こう状態いいですね。そうですね、状態いいですね。やっぱり蔵にしまっておったとか、なるほど、そういったところですよね。環境によってやっぱり状態は様々ですね。おそらくそもそもの個体値というか、もともとのものの精度と、はい、保管場所によってもコンディション違うんでしょうけど、やっぱり これぐらいこう時間経ってそうなイメージ、そうですよね、ですね、100年経つとね。こんな感じとか、こんな感じですよね。これはまあ手元ダンスっていうタンスの種類なんですけど、はい、まあ、いわゆる自分の手元によく置いたタンスで、貴重品とかそういったものを置いていた。こちらなんかも大福帳入ってそうじゃないですか。そうですね。それから持ち運びが自分一人でできるもんですから、処分するのも結構投げられた部類になるんですよ。はい、こう捨てるにも一人でこう投げることができたっていうようなところだから、こう残ってるのも意外と少ないっていう手元ダンスです。インテリアになんかもうめちゃめちゃこれいいですね。今は最高ですよ、本当に、ね、ちょっと小さくてコンパクトなので、非常に飾り付けは非常におしゃれ。山形県の米沢ダンスなんです。
これはあのいわゆる奥多摩地方にあるタンスで、うんうんうん、それを総称で米沢ダンスというふうに言われています。だから山形県内には3つの産地があったというようなことで、全国でも非常に珍しいんですよ。国が3つに分かれていたというようなところもね、いろいろ垣間見えますけど、殿様違うっけんだね、殿様違うそんなところも山形というのも面白い、ところなんです。そして、まあ、金具もこちらもね、ちょっと触れさせていただきますけど、これはあの昼血を吸う昼の生き物に模してるんですよ、はい、なんでこんな昼にあの模してるのかっていうと、やっぱり昼って触りたくないじゃないですか皆さん、はい、だから触りたくないっていうことは泥棒呼べなんですよ。泥棒も触りたくないと、はあ、まあ盗む人はね、そんな関係なくあの盗んじゃうんでしょうけど、山形の最上ダンスと米沢ダンスの違いってとどういうことなんですか。違いっていうのはですね、タイプは一つは大きさなんですよ、はあ、米沢ダンスって非常に大きい。して米沢ダンスにも2種類があって、あの女ダンスと言われるものがこの大型のやつなんです。はあ、そして男ダンスっていうのもありました。これよりも一回り二回り小さいのが男ダンス。そして米沢ダンスっていうのはこの上に飛び上がるんですよ。ほとんどダンスは下にあります。はあ、はあ、なるほどなるほど。これがこう上にあるので、はあ、これも一つの米沢ダンスの特徴にあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、こちらも同じ米沢ダンスで最も多い形がこのデザインですかね。うん、ここにあの桜の花、はい、桜の花のあの文様が彫られてますけども、桜の花となるとやっぱり田んぼの神様っていうふうに昔から信仰されてきたそうで、やっぱりこう米どころ山形ならではの信仰心かなというふうに思いますよね。やっぱり食べるものに困らないようにとか、そういったところが込められている。桜柄が田んぼの神様というのは実はあの恥ずかしながら初めて知りましたね。あ、そんなの話聞いたことあるってですね、物がない時代に、はい、職人の腕の見せ所としてやっぱこういう、装飾っていうんですか、彫り物っていうか ね、 ね、そんなものもありましたよね。すごく思うな、はい、いやいや、なんだってすごいお宝を拝見させていただきました。こういうタンスには着物もありますからね。布施さんどうですか。うわ、着物入ってるじゃないですか。着物入ってるじゃないですか。美容、こういうのがやっぱり眠ってましてですね。うわ、こういうのがどうなのかな。だいぶ古いですねこれ。古いんですか。だいぶ古い。こんなのがそのまんまの状態で。これ今度うちの他同士持ってくるんで後ろに書いてもらっていいですか。先生は。やっぱこれでも一つ一つ物語を聞いていくと理解度が増しますね。そうですね、やっぱりそのタンスに対する考え方も変わってくるかと思いますし、はい、やっぱりそれでご先祖様の思いなんかも、またその時代に生きていた人たちのことなんかも、やっぱりタンスの裏に背景にある姿が見られるかなというふうに思います。すごいな。自宅のお蔵とか、倉庫にこういう昔のタンスがある人はどうしたらいいんですかね。今年の1月からスタートしたんですけども、無料出張和ダンス診断というようなことで、そういうご先祖様の大切なもの、捨て身には忍びないといったものを私が、見させていただいてお伺いして、そのタンス の、 溶剤何が使われているのかとか、金具はどういった形状なのかとか、そういったものをご相談させていただいて、まあ、お客様とともにいろいろな価値を見出させていただくというようなことをご提案をしております。まずは山彦さんにお電話して、はい、お問い合わせください。そうですね、ぜひお問い合わせください。了解しました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。井上さんのお店にお邪魔してみました。時代絵巻とでも言いましょうか、個人的にはそのうちのお店もですね、ジャパンの業界なもんですから、こういう、血の通った商品というんですかね、職人の手の技が詰まったものなんか見ると非常にドキドキします。何かこうお困りごとがあればね、まずは電話してみようということでいいと思うんですけど、こういう素晴らしい商品を見たいなということでご覧いただいてもいいかもしれませんので、山形市蔵王飯盒にあります、蔵王温泉への上り口の信号から徒歩
1分2分ぐらいですので、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。はい、今日は和ダンス診断士の井上さんを訪ねてみました。